はい、こんにちは、翔太郎です。今回紹介するのは、ソードクロニクルシリーズより仮面ライダー電王ソードフォームです。仮面ライダーダブルから始まったソードクロニクルシリーズの第2弾ですね。ダブルの売れ行きが良かったからなのか、ダブル発売から約5ヶ月後というかなり早いタイミングで発売されましたね。それでは早速見ていきましょう。こちらの電王も2箱で1つが完成するっていつも通りのソードのタイプですね。アクションボディの方の箱はこんな感じで、電王の代表的な4フォームが映っています。まあ電王は本編でも素体であるプラットフォームに共通アーマーが変形して体にくっついて、あとは独自のメットパーツがくっつくっていう感じで変身していたので、まあそう考えるとかなり総動向けの仮面ライダーではあったんですよね。裏側の感じは現行仮面ライダーシリーズとあんまり変わらない感じですね。こういうラインナップがあるよっていう風なことが書いてます。でもちょっと語りたいのがこっちのアーマーの方のパッケージなんですよね。この決め台詞が書いてる感じすごいいいですよね。パッケージ写真もかっこいいしね。そしてこれ裏返すと、ここにも書いてるんですよ。言っとくが俺は最初からクライマックスだぜっていう。これも桃太郎スの決め台詞ですもんね。俺三条からクライマックスだぜってきたら、もう行くぜ行くぜ行くぜっていう声が聞こえてくる感じで、ほんとこのパッケージは好き。さすが対象年齢15歳以上だよね。もう当時見てた人の気持ちを分かってる。あとはここに簡単な説明とスペックが書いてたりします。今までの総動シリーズのパッケージの中で一番好きかもしれない。はい、組み上げるとこんな感じになります。仮面ライダー電王ソードフォームですね。開けた時の率直な感想なんですけど、もうすごいかっこいいなって思いました。キットによっては開けて組み立てたら、なんかちょっと違くないって思うことあると思うんですけど、これは僕あんまりなかったですね。というか全然なかった。シールは貼ってない状態なんですけど、最低限の色分けはされていて、あ、ソードフォームだってわかる感じですよね。第1弾の仮面ライダーダブルがこんな感じで、まあ、結構かっこいいなとは思ってたんですけど、やっぱりこの顎が細すぎたりですとか、あと全体的にラインが細いなって感じたりとか、そういうちょっと僕シルエットに対して不満はあったんですけど、まあ、ソードフォームは全然なかったですね。うん、ストレートにかっこいい。まあもちろんダブルも発売されてくれただけ感謝なんだけどね。まず結構顔が似てるなって思ってまして、ここの顎の部分のアウトラインがちょっと細すぎるなっていうか、シュッとしすぎてるなっていうのはあるんですけど、ソードフォームのこの特徴的な複眼パーツですね、これの形のバランスが良くて、そしてこれ頭のサイズに対して占めている面積が広いじゃないですか。だからパッと見で似てるなっていう風に感じさせてくれるんだろうなと思って、これはかなり評価高かったですね。やっぱり人形お顔が似てるっていうのはかなり重要。まあもちろん真骨頂正方張りにとは言わないんですけれども、太ももとかもそれなりにボリュームが出てて僕はいいんじゃないかなと思いました。これ以上太ももにボリューム出すとね、おそらくここの股関節の部品とかもちょっとバランス取って大きくしなきゃいけなくて、そうなると股関節の可動に干渉とかしてちょっと可動範囲狭くなっちゃったりするのかもしれないので、まあこのくらいのバランスだったらいいんじゃないかなと思います。あとはまあ本編に比べて肩パーツがちょっと大きいとかいうのはあると思うんですけど、まあそこもそんなに気にならないかな。それじゃあいくつかポーズ取らせていきます。はい、まずは俺参上の俺の時のポーズですね。このポーズを再現するために親指を立てた右手が付属します。本当に素晴らしい。電ガッシャーを分解して腰にマウントした状態のパーツも付属します。これでこのポーズもほぼほぼ完璧に決まりますね。ほんとちょくちょく引き合いに出して申し訳ないんですけど、仮面ライダーダブルは頑張っても肘関節がこれくらいしか稼働しなかったんですね。これでマックス曲がってるんですけど、電王はちゃんとそこ修正されていて、肘がちゃんとこの90度ちょっとぐらい曲がるようになってるんですよね。なのでちゃんと自分の顔の方向に親指を向けることができます。ほんとこのポーズだけですごいテンション上がる。はい、そして三条のポーズですね。これも平手が付属することによって綺麗に再現することができます。いや、すごいまとまり良くてかっこいいですね。可動フィギュアの良し悪しって決めポーズがバッチリ決まるかどうかっていうのでかなり左右されてくると思うので、こうやって綺麗に決まると嬉しいですよね。この足首が結構動いてくれることで接地性が増しているので、このポーズが綺麗に決まるっていうのもまあ細かいですけどポイントの一つです。後ろから見るとこんな感じで色の寂しさはあるんですけど、シルエット的に全然破綻とかしてなくて、後ろから見ても力強くてかっこいいですよね。当時はデザイン見た時なんだこれって思ったんですけど、1話見てもう桃太郎スにすぐ惚れましたね。そしてパスを持っている状態の右手も付属するので、こうやってフルチャージの時のシーンも再現できますね。こういう細かいのがついてくるのも遊びの幅広がって嬉しいですよね。俺の必殺技パート2で上から剣を振り下ろした状態ですね。まあ実際劇中ではこの時刀身は外れてるんですけど、まあ、この振り下ろし状態もかなり綺麗に決まりますよね。去年発売の商品なので店頭にはもう売ってないかもしれないですけど、すごくおすすめの商品なので持ってない方にはぜひ入手してほしいですし、もし持ってる方は久々に触ってみてこの商品の良さに酔いしれてみてはいかがでしょうか。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録フォローよろしくお願いします。またお会いしましょう。バイバイ。